やっぱり気合はもう 120% でもう初日から臨んでるつもりですね。去年からもう一段階絶対自分は伸びてる状態で臨まないといけないっていうプレッシャーはかなり大きくありました。去年までの僕は今の自分で考えると、できてないことの方がもちろん多いっていうので、反省点いっぱいあるんですけど、それでもなんか、今年もねやっぱり ありがたいことにベテランの先輩方にすごいいろいろと、ご指導いただいてアドバイスもらって、それもなんかすごいなんか優しく言ってくださるんですよね。みんなリハ終わった後にちょっと水の声って呼ばれて、ここお前こうだったからとか言ってくれるんですけど、なんか昔だったらそれが言ってることが理解しきれてなかったところとか、去年までだったら、だけれど今年はなんかそのこういうことを求められてるんだなっていうのが結構割と理解するまでに時間がかからなくなったのかなっていうふうに思ってて、やっぱりそれは去年を通しての今年っていうのが大きい気がしますね。楽屋ハケタさんと一緒なんですけどね、毎日ちょっと怖いんですけど、これ上手くなったねっていうふうに言われて、しかもそれももう1公演終わるたびに今日もまたさらに上手くなったね、なんか含みがあるんじゃないかなっていう勘ぐってしまうぐらい、褒めていただいて、それだけだ99点はい99点ありがとうございます。自信を持ちきることはまだできないですけど、それでもやっぱり嬉しく思ってますし、やっぱ自分でもそのオーケストラをこうより信頼できるようになったっていう心境の変化はありますね。もうなんかね、これ言って本人怒るかもしれないですけど、お父さんみたいな存在になってます。本当になんか音楽のことももちろんですし、この現場でのね、この現場でのお仕事の話ももちろんですし、僕の進路相談を聞いてくださるであとはもうプライベートの相談とかも乗ってくださるっていう感じで、もう何から何まで話しちゃってる気がしますね、本当にでやっぱりそういったなんか僕の些細な悩みとかも全部親身に聞いてくれるので、なんか毎回聞いてくださいよこんなことあってとか、もう毎回そんな感じでやってますね。とりあえずちょっと個人練習しておいてください。タオンチェックもらえますか？タオンチェック。こっからです。絶対やるって。やります。はい、すいませんでした。ねえ、俺やろうか。大丈夫。僕の中での課題はやっぱり、この現場はハケタさんがいらっしゃるので、リハーサルとかでも基本的にハケタさんが重要なところとかはオーケストラの皆さんに説明してくださる。でも普通指揮者っていうのは全てそこまでやれて初めて一人前っていうものなので、
そうですね、リハーサルでのコミュニケーションっていうところをこれからはもっと、まあ、この現場を通じて勉強してより円滑に進められるようになったらなっていうふうには思ってますね。お願いします。はい、よろしくお願いします。スペースです、スペース、はいはいはい、はい、よろしくお願いします。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 やめて、やめて、やめて。そうですね、今年の水野葵はまず指揮棒を持ってます。まあ、見た目的なところはそんぐらいの違いですけれど、やっぱりもう気分的にはずっとそのツアーがなかった半年間も頭のもう結構大きいところにずっとあったので、だからやっぱりそこで溜めてきたこのエネルギーだったりとか僕の気持ち、それからやっぱり今年はね、オーケストラの方々と一つになれてるっていう風に思える本番がたくさんあるんですよ。あ、今一緒に音楽やれてるよねみたいな、そういう全体の一体感みたいなもの、エネルギーの塊がバーンっていう音になって飛んでくるみたいな、そういうところをね、ぜひ注目してもらえたら嬉しいなと思ってます。指揮者として、まだまだ道半ばですけれど、こういった大きな現場で、まあ、自分でもね、一つ答えを見つけるようなつもりでこのツアーに臨んでいます。ぜひ皆さんもね、大きなエネルギーを受け取ってそれを持ち帰っていただいて、でまたどこかそれをね、あの時こうだったんですよみたいな感じで僕にお話ししてくれたら僕もすごい嬉しいなと思います。ぜひぜひ楽しみにしてください。